おはようございます。おはようございます。あっせーの、ジップ。ずっと一緒にいたからね。ああ、なんかついちゃってたか。ついちゃってた。娯楽だったりとか、もう癒しの方面でこう来ると、10年やってきたな。今年はどんな1年になりました？今年は僕たち結成10周年なので、年が明けたタイミングから2023年はもうアクセルをこうフルで、フルアクセルで駆け抜けようって話をして、なかなか今までまあ音楽制作に集中したりとか、あまりメディアに出なかったりとか、なんかまあ休止をそもそも2年間させていただいたりとか、全方位でやらせていただけるのであれば全部やろうっていうことで突き進んでいった1年は、バラエティーだったりもね、させていただいたり、なんかそういうてんこ盛りな1年でした。1年を振り返って、なんか印象的な思い出みたいなのないのね。ずっと一緒にいたからね。ずっと一緒にいたからね。でもやっぱ今日もそうですけど、うん、1年かけて藤沢はやっぱここまでキラキラなもう年始めから考えるとだいぶ育ったな、キラキラなって感じですけど。ちょっと困るでしょ。困る。困るよね。いやいや、いいじゃん。テーマがあるんだよね。テーマは衣装さんと話してて、いろんな国からキラキラを集めてきた人、キラキラをね、はい、ちょっと集めてきた。いや、違いますよ。違います。クリスマスツリーです。今年もみんなで一緒に誕生日をお互い祝えたこと。ああ、そうだね。そう。今年もできたなって。ね、かわいく。僕も嬉しかったし、みんなのことも祝えたら嬉しかったし。誕生日プレゼントとかもらうんですか？もらいます。みんなちゃんと、お互いちゃんとあげてますね。はい、もう結成からずっとそれ毎年やり、毎年やってる。はい。私、ちなみに言える範囲ですけど、僕は若井さんからシャワーヘッドをいただきました。だから実用的なのをくださって。藤沢からはゲーム機をいただきまして。はい、もう娯楽だったりとか、もう癒しの方面でこう来ると、10年やってきたなって。しますよね。でもなんかホビーではなくなってきたから。若井さんは、はい、大森さんが何かあるの？僕、ゲーム機とDVD、はい、あ、そうか、韓国語を勉強してるので、はい、韓国語の DVD を、はい、出しました。勉強した、はい、僕は元木からゲーム機、結構ゲーム機もらった。欲しい周期が似てんだよ。ゲーム機もらっちゃうね。確かにそうかも。で、若井くんからは、うん、トレーニング用のベンチをもらいました。そうだ、はい、やりたいと思って。リクエストされて。そう。藤沢はリクエストしたりとか。そう。でも僕と若井は、いやいやいや、あなたが買ってくれるからいいんだよ、みたいな感じのスタンスでやります。